みたいに一緒にファスレもうはしゃぎとかはしないタイプだけど、余裕があって大人で本当に優しくしてくれるの。別の人の彼女になったよ、今度はあなたみたいに映画見てても私より泣いてることなんてないし、どんなことにも弱しくて喧嘩もなくて、むしろ怒るとこがどこにもないの。だからもう会えないや、ごめんね。だからもう会えないや、ごめんね。あなたも早くなってね。ちゃんとしてるの。別の人の彼女になったよ、あなたの音を越えて自由やうな私ではなくて、それをすると少しだけ叱られてしまう。語ること嫌ってちゃんと現実をね見つめていて、正しいことだけ誓いはないから、ずっとさらけ出せずおとなしくしてるの。だからもう会えないや、ごめんね。だからもう